父さんがギニューに？え、違う。ギニューが父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。お前たちがじゃんけんで決める。そりゃない。気を解放しろ。お、こいつは意外だったな。あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぜ。そりゃ面白くなってきた。わん、宇宙船でやったり。なんてやつだ。次元が違いすぎる。できたかな。もう終わりにしていいか。ビッグ M ウルトラファイティング。
父さん。何者だ。お父さん倒したの？嘘だろ。いくら本気だったからってどういうことだ。行くよ。なんでもない攻撃だったはず、まさかあの野郎。イクームを一撃。やっぱりご父さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クイリン、ドワン、誰が手を貸せと言ったか。しかし隊長。ほら向こうも二人ですし、それに、まあいい、アーマー、ちょっと肩をつけるぞ。はい、はい、何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！よっ、いけない！なんだ？まさか、こんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫。きっと元に戻れるチャンスもあるはず。君は悟空さんの体を狙っていたわけだし。はい。貴様、なんてことをしてくれたんだ。すいません。サイヤ人でもあの体とは潜在パワーが違うのだ。すみません。なんだか様子がおかしいぞ。両手、さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空、気づいてくれたようです。なんかよくわかんねえけど、敵はあっちなんだな。よし、とっととかかってこい。好きがない。今度こそあの体を手に入れてやる。一体何者だ。こんなことが。俺たちは君に隠されたいなんだぞ。ドラゴンボールを探してきてくんねえかな。その姿なら奴らの宇宙船にも堂々と入れるんじゃねえかと思うんだ。おめえなら信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう宇宙船に。あなたの体のことは少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれます。ジュースがやられただと。なんということだ。頼んだ。すごい、なんてやつだ。次元が違いすぎる。
いたぞ。しまった。お前どうしてここに。悟空はどうしたんだ。クリリンさん、ちょっと待って。この人違います。何言ってんの、ご飯。この人、さっき一緒に戦ってくれた人です。は？どういうことだよ。入れ替わっちまったって、マジかよ。じゃあ、お父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。それがかい、いいやつだな。ドラゴンボールはあと3つだ。ま、ドラゴンレーダーもあるし、すぐ見つかるさ。痛いですよ。
クリリンさん、誰かこっちに向かってきます。おい、二つの気を感じるぞ。一つは悟空か。きっとそうです。でも、もう一つは悟空さんと銀龍がこちらに向かっているようです。わかったぞ。お前、隊長じゃねえな。隊長、ボディチェンジしたのか。くそ。お前らはこいつらの相手をしていな。はい。おい、グルド様。あいつ逃げやがった。でも今はドラゴンボールを集めるのが先ですよ。そうだね。とりあえずここを片付けるぞ。グルド様、逃げちまったぞ。うな、グルド様、そういうとこあるよな。仕方ねえ、いつだって使い捨てられるのは俺たちだ。ああ給料上がらねえかな。生きてたらな。Yeah!
なんてやつだ。次元が違いすぎる。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。本当に入れ替わってたんだな。ドラゴンボール集まったみてえだな。サンキュー。あとはこいつを倒しておめえの体取り戻さねえとな。された卓が猿一匹風情が格の違いを見せてやる。調子に乗るなこの無能が。ああ臭い。俺のそばで息をするなと言っただろう。無能かどうか今度こそ思い知らせてやる。元に戻れたみてえだな。くそー今度こそこれだチェン
ねえぞ。見事だ。俺が教えられることもそう多くはなさそうだ。いいわね。あなたよね。私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらが歴史を変えるやつらでしょうか。とは、こいつらず すごい、なんてやつだ。次元が こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて、私たちに立ち向かうなんて、できるわけないわよね。そう。だんまりなの。まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだ。ね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ。そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。トワは暗黒魔界の王、ダーブラーの妹よ。そしてミラは、トワが作り出した最強最悪の戦士。あいつらは、様々な時代のエネルギーを奪うことで、暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたら、どうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も、宇宙も時間も。無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。
以前、時の巣を乗っ取って、時空を支配しようとした、とんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく、様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。